待て。ジプシーを見なかったか。いや、知らない。そうか、ありがとう。申し訳ありません、閣下、見失いました。いまいましいジプシーめ。こんなことではわざわざ呼び戻した甲斐がないな、フィーバス隊長。ありがとう、助けてくれたのね。エスメラルダよ。ビクだ。ジプシーというのは聞いたことがないからな。なぜ追われてたんだ。フロローがジプシー狩りを始めたせい。私たちジプシーはただ自由を愛しているだけなのに、フロローは規律で縛りつけようとする。ついにはジプシー狩りのために警備隊長まで呼び戻したらしい。その執念には強い闇を感じるわ。闇を抱えるものか。フロローのことを詳しく聞かせてくれ。あんな奴のこと知らない。でも大聖堂でなら何か教えてもらえるかもしれない。陸編でもエスメラルダとかは出てくるんですね、やっぱり。陸編はまあまた違ったストーリーがあるんでしょうか。あの空が行ったどこに行けばいいのか。誰かいないか。どなたですか。俺は陸。僕はカジモドです。あいにく司祭様は出かけておりますので。いや、フロローのことを聞きたい。どこにいるか知らないか。ご主人様なら町外れの方へお勤めだそうです。フロローのことを知ってるのか。はい、もちろん。ご主人様は外の世界から僕を守ってくださっているんです。外の世界から守る。町の人が僕の姿を見ればいじめるに決まってるんだ。フロローにそう教えられたのか。人は見た目だけで判断できないさ。俺にも心を見抜いてくれた友達がいる。カジモドも外に出てそんな友達を作ればいい。そんなご主人様の言いつけで外に出てはいけないんだ。本当にフロローの言いつけだけなのか。カジモドをここに閉じ込めている理由は自分の心に聞いてみればいい。フロローは町の外れだったな。ありがとう。とりあえずこっち行けば。そこをどきたまえ、フィーバス隊長。どきません。彼らが何をしたというのです。この家の者はジプシーを助けたのだ。それだけで、それだけで十分な罪なのだ。ああ
魔物は。何を言ってるのかね、フィーバス隊長。俺は魔物ではない、神の裁きだ。ジプシーどもを根絶やしにするために神が私に使わした力なのだ。なんということだ。やめた方がいい。ここまで闇に落ちてしまったわ。もう戻るのは難しい。この私が闇に落ちているだと、その目で確かめるがいい。裁きの炎がジプシーどもをあぶり出すのをな。ここは通さない。大丈夫か。君の忠告は聞くべきだったよ。無理しない方がいい。あいつは俺に任せろ。すまない、情けないな、子供にすがるなんて。気にしなくていいさ、慣れてる。確かに俺よりも頼りになりそうだ。すまないな。魔物が飛び去った方向からすると大聖堂の方だと思う。ああ、分かった。目覚ましはすいませんでした。目覚ましっていうかアラームが。この世界は今暗黒時代だ。ジプシーどもが世の中を乱すせいで町は滅びようとしている。そうなのですか。私はね、20年かけてジプシーを始末してきた。しかし奴らは相も変わらずのさばり続けている。きっと町のどこかに隠れ家があるんだ。奴らをどうすれば。始末するのだ、一人残らずな。明快なご説明で。彼女は大丈夫なのか。まあ真ん中にいるときは無視かな。手助けは必要なさそうだな。こんなの朝にしまえ。おや、さっき食べたばかりですよ。いちいちいいんだよ、こんなときはこういうの。うるさいね、あんたたちは。ほら、空手が来たよ。神の裁きを受けるがいい。私が裁くのだ。お前はアンセム。なぜお前が。お前の親友だ。
落ちたお前が言うのか。私は闇を制した。お前も闇を制することができなければ、あの男と同じ末路が待っている。俺は夜明けへの道を行く。まだ闇を恐れているなら、画質悪いかな。どうしてだろう。また文字か。まあ、一応読みます。ソラ、リク、カイリは、自分たちが住む世界ディスニーアイランドから外の世界を夢見ていた。三人がイカダを作っていたある日、ソラは謎のロープの人物に出会い、この世界は繋がったと告げられる。間もなく石嵐に見舞われ、ディスニーアイランドは闇に飲まれ込まれてしまう。というわけです。再び
読みます。ロクサスが、機関の一員となって7日目。14番目のメンバーが加わる。ロクサスは心の回収を主な任務とし、こなしていく日々の中、アクセルと交友を深めていく。そんな中、アクセルが忘却の城の任務に就くことになり、ロクサスは14番目のメンバー、シオンとの任務が増え、これ下あるのかな。おのずと打ち解け合っていく。そんなロクサスの前に任務を終えたアクセルが帰還する。これから任務の後は3人でトワイライトタウンの時計台の上でアイスを食べようという約束を交わし、日々友達、記憶、心のことを語り合うようになる。そんなある日、シオンは偽の機関メンバーを倒す任務で返り討ちに遭ってしまう。その偽機関メンバーとは空の眠りを守るリクだった。さらに別の任務にも失敗したことでシオンは眠ったままになってしまう。やがてシオンは眠りから目を覚まし、ロクサスに変わらない日々が帰ってくる。しかしシオンは次第に自分の存在に疑問を持つようになっていた。255日目、忘却の城でシオンは自分の正体の真相を知ることとなる。何も知らないロクサスはシオンを待ち続けていた。次の日、ロクサスはシオンが機関から脱走したことを知る。シオンを見つけたロクサスは一緒に帰ろうと説得するが、シオンはロクサスにキーブレードを向ける。そこに現れたアクセルは力づく、力づくでシオンを連れて行ってしまう。ロクサスがシオンの正体を知ったとき、ロクサスもまた自身の存在に疑問を抱くようになる。自分にそのことを隠していたアクセルと機関への不信から、ロクサスは機関を抜け出す。一方、シオンはナミニと出会って、空に記憶を返す覚悟をしていた。そんなシオンの前にアクセルが現れ、お前らが何度いなくなっても、俺が何度でも連れて帰ってやると誓う。なんとかシオンを連れ戻したアクセルだったが、機関の指導者であるゼムナスがシオンをどこかへ連れて行ってしまう。ロクサスはあてもなくさまよった挙句、時計塔にやってくる。シオンは空を吸収するために空の記憶から作られた人形だった。その空のノーバディであるロクサスを吸収することで、シオンは完全な存在となる。シオンは自分の宿命を果たすために、ロクサスに戦いを挑んでくる。そしてロクサスに敗れたシオンは空の元へ帰っていく。それは記憶から作られたシオンのことを忘れるということを意味していた。ゼムナスの野望であった機関が心を回収することで完成させようとしていたキングダムハーツを解放するため、機関の城へ向かうロクサスの前にリクは現れる。まだ未熟なロクサスが、ゼムナスに倒されれば空も目を覚まさない。そして消えたはずのシオンの最後の願いがリクに届く。リクはロクサスの力の前に倒れそうになるが、闇の力を解放してロクサスを捕まえる。トワイライトタウンの自室でロクサスは不思議な夢を見て、目を覚ます。夏休みはあと7日間、ロクサスはいつもの場所へ向かうというわけですね。長かった。読む必要なかったかもしれないですね。まあこれが358 days オーバー、まあいいや、の、あれですよね、ストーリーですよね。